このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は保護猫カフェを楽しもう、猫にモテる方法を大公開ということでですね、なかなかね保護猫カフェにどうやって楽しんだらいいかってわからない方もいてるかなということでね、今回はね猫ちゃんにモテる方法をお話ししたいと思いますよっていきなりねスリスリしてくれておりますよね。この子はチャトラのロッテちゃんって言いますよ。どうやってモテるかっていうのはですね、猫ちゃんっていうのはね常に警戒心を持ってるっていうことが多いので、その警戒をねさせないっていうのが一番ねモテる方法なんですよね。とにかくねあまり音を立てずに匂いを嗅いでもらうって大事ですね。猫ちゃんはね匂いで判断したりするんで、あとねこうやってスリスリしてくれるのもねじっと待っとくって感じも大事かなと思いますよ。あ、ちょっとビクってなってるな。ビクってなってる子はねちょっとそっとしておくとか、ゆっくり撫でるとかした方がいいかなと思うんですけれども、お腹はね触ってるんですけれども本来あんまり触らない方がいいかなと思いますね。でこうやって静かにしてると近づいてきてくれたでしょ。お尻トントンもね様子見ながらした方がいいかなと思いますよ。苦手な子もいてますからね。でね、後ろの黒猫ちゃんこうやってじーっと見つめてるでしょ。ちょっと興味持ってる可能性はありますよ。こちらの黒猫ちゃん匂い嗅いでましたよね。で撫でるとちょっと距離取ってたので、ひょっとしたらね撫でずに匂いを嗅いでもらっている方がいいかもしれないですね。あ、気にしてないかな。この子はちょっとね怖がりさんのような気もするけれども、まあゆっくりと撫でたら大丈夫やね。ロッテちゃんは水を飲んでおりました。あ、移動しちゃうかな。テーブルの上でねリラックスしてる子もいてるんですけれども、この黒猫ちゃんすごい気にしておりますよね。でもちょっと怖がりさんやな。あとはしばらく時間を置くって大事かなと思いますね。ちょいちょいしてるやんね、やっぱね猫ちゃん警戒心強いんでね、そしたらねこうやってロッテちゃんみたいに戻ってきてくれたりとかしますからね。距離を置いたりとかして様子を見てるっていうこと結構ありますよ。でもこうやって戻ってきてくれるの嬉しいなあ、顎の下は好きかな。でもちょっとイカ耳のような気もするな。お腹プルンプルン。怒ったりしないんで、ね、すごく温厚な子かなって感じはしますけれども。顔するやん。テーブルの下から様子見ておりましたね、この子は。撫でてほしいけどアピールができないっていう子いてるので、そういう時はね指を見せて匂いを嗅いでもらいますね。猫兄さんの場合一回嗅いでもらったから終わりじゃなくて、もう時間が経ったら指に匂ってもらったりとかね、状況が変わったりとかですね、なんか物音がしたからビクってなったみたいな、そんな時もね指に匂ってもらってますね。そうやってねちょっとずつ安心してもらうっていうのは大事かなって思いますよ。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。で静かにね座ってるとこんな感じで近づいてきてくれましたよね。かなり警戒心が強いんですけれども、撫でられるのは好きっていう子かなって感じですね。ふんふん匂ってるでしょ、まあ、こういう時はね匂ってもらうのが一番ですね。優しく撫でるのもいいですよ。ずっと匂ってる。ひょっとしたら膝乗りたかったかな。この子はまったりかな。あ、移動しちゃったか。ロッテちゃんは、あ、膝乗るんちゃう、ひょっとして。こうやってね静かに待ってたらね膝乗りしてくれる子もいてるんでね、まあそのためにはねいっぱい匂いを嗅いでもらって優しく乗ってたりとかするのがいいかなと思いますけれども。あ、すぐ降りちゃったね。あ、ちょっとスリッパぶつかっちゃったなこの子は警戒心強そうやな。
でも指を匂ってもらうと落ち着いたかなって感じなんですけれども、あ、移動しちゃうか。尻尾もそれほど立ってないな。ちょっとまったりはしてるんやけれども、おもちゃで遊んでみよっかな。遊んでくれる人もね、好きな子多いんで。遊ばんかな。それほどね、遊ぶ雰囲気ではないけど、この子は遊んでくれるんか。ねえ、いいやんか。他の子は遊ばへんのかな。まあ、おもちゃを変えたら遊ぶっていうことはあるんですけれども、ちょっとね、羽のおもちゃにしてみようか。羽系は好きな子多いよ。そうでもない？あら、遊ばないね。あ、ちょっと遊んでくれた。あ、椅子の下に黒猫ちゃん来たね。遊んでくれそうな雰囲気はあるんやけれども、多分ね、警戒心が強くてね、すぐに遊んでくれないのかなと思うんですが、あ、来てくれたよね。遊んだでしょ。急に走り出してちょっと大胆な声な。遊ぶ？上にいてる子とかにも見せたりとかね、しながらやっておるんですけれども、上の子は遊ばへんわな。でね、こうやって振ってるとですね、下についてきてくれるんですよね。まあ、いろんなところで振ってみるっていいですよ。こちらはウリエルさんの2階なんですけれども、この2階っていうのはですね、大人猫が多いんですよね。ですので、まあ、遊ばないっていうね、日も多いかなって気はするんですけれども、それでもね、おもちゃのね、種類を変えたりとか、遊び方を工夫するとね、遊んでくれたりとかもしますのでね、ぜひね、おもちゃでもいろいろ遊んでもらえばなと思いますよ。で、また後日配信するんですけれども、おやつをあげるっていうのもね、猫モテには必要かなと思いますけれども、ただね、おやつがなくなるとね、みんなどっか行っちゃうっていうことがあるので、いろんな猫モテの方法をね、やってもらえばいいかなと思うんですけれども、そしたらね、おやつがなくなっても膝に乗ってくれるとかあるんですが、おまたバカなったね。ね、こういう遊び方ええやんか。猫ちゃんはそれぞれ個性があってね、どの子も本当に可愛いですわ。あ、怖い？そう、おもちゃを怖がる子もいてるんですけれども、こうやってちょっとね、激しくなってくれる子もいてるんですよね。なかなかええやんか、力強くて。移動したらまたついてきてくれるね。あ、ちょっと興奮してないこの子。おもちゃ嫌じゃなかったの？さあ、最後は撫でていこうかなと思いますよ。やっぱゆっくり撫でるのもね、癒されますよ、やっぱり。あ、近づいてくれる？お尻トントンすると尻尾グワーンってなってるやんか。甘えたさんやね。まあ、一番ね、猫にモテる方法で大事なのは、猫ちゃんの気持ちを知るっていうことなんでね、いろいろ勉強してもらえればなと思いますよ。これからも保護猫ちゃんの可愛い動画どんどん配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。